はい、ということでね、今日私たちセイラが豊島園に来るのはなんと2回目です。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、豊島園といえばなんですけど、あ、昨日ね、まゆちゃんが、はい、なんと、うん、プライベートで遊びに来たみたいで、はい、すごい、ね、そうなんですよ、妹とプール、そっちにあるプールに行ってきました。いいな、めっちゃ楽しかった。昨日暑かったからちょうど良かったね。そうなんですよ、ちょうど今出てる部分が日焼けファンの人で、見て浮き輪持ってる人いる。本当に大きい、いいな、大きい、ね、私たちもね、いずみとのんだちゃんも今日あの目の前にあるフライングパイレーツっていうあのアトラクションによく読みましたね。すごいでしょ、ちゃんと英検3級だから。ドラえもんの道具みたい。あのね、乗りアトラクションにね乗ってきたんだよね。乗ってきたもう。これはのんのちゃんにね、あの盛大な拍手を送ってあげてほしい。なんかいずみんが、いやこれ乗ろうよって。そう、あの、うん、ジェットコースターがねちょっと長かったからライブ間に合わなくなっちゃうから、そうちょっと、ね、探してたらこれいけそうってなって、結構高いですよね、上の方。高かった、高かった、すごそう。なんか一番高いところでは結構垂直、あ、こんな感じ90度みたいな、そういう感じだよね。怖い、乗った方とかいますか？結構いる、ね、結構いる、すごいすごい、ね、ぜひこの後もね時間があったら皆さんにもね乗ってみてもらいたいね。一緒にちょっと体を張っていただきたい。そうだね、 あのね真ん中のねこっち側のね手前のところがのんのちゃんと私座った席なんで、あ、そうだ、乗りたいね。聖地聖地、はい、ぜひ乗ってみてください。はい、楽しんでください。はい、ということで今日あの先ほどね、あのスタルビーチさんがライブがあったので、多分もう分かってる方は分かってると思うんですけど、ね、今日は前回と違って前にこの銀色のね謎のこの4本の柱が立ってると思うんですけど、す今日こちらからあの水が吹き出るということなので、この後のねセイラのライブであの吹き出る可能性がとても高いっていうか、あの吹き出るのでカメラとかの ね持ってる方、あと携帯とかサイリウムとか機械のねもの持ってる方はちょっと気をつけながらライブを楽しんでいただけたらなって思います。大丈夫そうですかね。あ、結構ビニールシートで対策してる。おー、すごい、でも後ろの方まで飛ぶらしいので、すごい、結構風の向きによってね、後ろの人も楽しみにしててください。はい、素敵な演出ですね。もタオルとかビニールとか持ってない方ちょっと気をつけながら、そうですね、かわいい、頑張って対策してる人がいてかわいい。対策してください。はい、そして次にセイラ披露させていただく曲が、告知もさせていただいたんですけど、8月18日に発売する感情リバーシブルのカップリング最後のカップリング曲、黒歴史イカスミパスタです。イエーイ。今までとは、ね、一味違ったセイラの雰囲気を見せれたらいいなって思っています。はい、それでは早速聴いてください。黒歴史イカスミパスタ。Thank you.
Thank you.
ちょびちょ最高のね、皆さん大丈夫ですか？はい、びっくりした。はい、ここで最後にシェラから告知をさせてください。はい、ただいま感情リバーシブルのみ先行配信がスタートしています。ぜひ皆さんダウンロードしてたくさん聴いてください。はい、そして、はい、前から告知していたんですけど、フジテレビ系音楽情報番組チューンがついに今夜放送となってます。イエーイ。今日の26時15分頃から放送予定なので、ちょっと夜遅いんですけど、はい、見てくれると嬉しいです。あ、8月はね、この毎週木曜4週にわたって、はい、あのマンスリーゲストとしてセーラー出演いたしますので、そちらも皆さんぜひチェックしてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日もね、すごい暑い中ここまでね、あのお集まりいただき本当にありがとうございました。この後の特典会もぜひ参加していただけたら嬉しいです。